丁徳前は、新末民初の政治家。中華民国の初代チャンスと徳。字は順序。号は、ゆきろう、本領。法名は弱小。本願は、チャンス賞蘇州福レ県。神で、三木生となる。1890年、国古館で学ぶ。翌年から、主に国立校において、政治的経歴を積み重ね、主に事務、文書起草の任についた。 1905年、国陸行将軍を処理し、1907年、国陸行準部を処理する。1909年、法典準部に任命された。1910年、チャンス準部に移動した。侵害革命勃発後の1911年11月、帝特前は、周囲から衰退され、チャンスと得となる。1912年1月3日に、南京臨時政府が成立すると、 その内務部総長に任命された。その同日、中国同盟会を離脱した、昌平林、張剣らと、中華民国連合会を組織している。4月、臨時大総統に就任した、遠世外から、改めて、チャンスと特に任命される。5月、統一党は、民社と合併して、共和党となったが、帝徳前は、招待宴と不和になり、共和党から離党した。 1913年の二次革命では、帝徳前はチャンスー賞の独立を宣言した。しかし、間もなく、上海に赴くなどして、実際の活動は乏しかった。同年9月、二次革命の敗北とともに、チャンスー都督を辞任した。これにより、政界から引退し、以後は、上海で仏門に入った。1930年5月29日死去。 表年71、ありがとうございます。